ルカナは運命。了解であります。行くであります。待つことも戦術だ。あ、キリジョン先輩も誰か援護を。敵照準、とどめを希望します。了解であります。
無理にするな。できることがないであります。終わらせる。仕方ない、廃棄する。
出すだけだ。圧勝。I never felt
元気を出せ、純平。分かってますよ。で、なんすか、病院からだ。彼女の病室にあったものを整理していて、それ代わりに頑張んなきゃって分かってるけど、やっぱり純平、見てもいい？どうせ理解できないぜ、千鳥の絵はさ。これってすごい上手。本当すごいじゃん。どこが理解できない絵よ。これ純平さんの顔を克明。千鳥、純平、咲いてんなよって言われてるみて。よかった。俺、ハゲ時間を消すために戦うよ。今までちょくちょく突っかかったりして悪かったな。ちょっとだけ悔しいけど、でもお前の力頼りにしてるぜ。Thank you.
Thank you.
期末だからってビビんなよ。俺も全然勉強。またこういうやつに限って裏で勉強してんの。ああこんにちは。勉強してる。ここ結構寄らせてもらってるけど、不思議と君とは合わない。じゃ僕帰るから、またね。帰ったとこ。彼なぜここに。結構最近来てるけど、旅行の時から純平と仲良く。ここへは部外者を入れてはいけないんじゃ。昼間ならいいってよ。桐城先輩言ってたぜ。まあ心配ないと思うけど。彼は危険です。それは否定しないけどね。初対面にミツル先輩を口説いて。あのミツルか。もんばっか見ててもな。戻るわ。戻らない。いいですね、それ。なんだか羨ましいです。私機械なので、生きてるってよくわからなくて。そうか、実際は。でも私は生きてるというより、動いてると言った方が正しいです。自動の限界が来ることもありますが、基本的には直せますし。まあ確かにみんながアイリスみたいな死ぬ心。あやっべ、仲間なししてらんねんな。俺マジで勉強してなくてさ。お前らも勉強した方がいいんじゃねえの。数学今回めんどいらしいぜ。まったく嫌なこと思い出させるよね。私は命なんてない方がいいんでしょうね。兵器に替えの効かない命があったら。でも私、命が消える悲しさ、あなたに万一のことがあって。ごめんなさい。あなたはアイギスにとってどうしてかわからないけど、だからこれからも。ごめんなさい、勉強の邪魔ですよね。おやすみなさい。道月良次、この嫌な胸騒ぎ。私は機械、死ぬこともないから。みんなを、私が、誰かが。
話しました。君はここで何をしているんですか？そっか、君は僕のこと気がついたら自然とここへ来てたんだ。自分でも不思議だよ。空も地面もおかしな色になって、人の大変なことが起きてるはずなのに。でもどういう忘れたの？え？影時間、普通なら踏み入れないはずの時間。でもあなたは適応している。人間ではありえないほどに。ようやく分かったんです。初めて見た時からずっと感じていたこの気持ち。あなたはダメ。あなたは敵。僕は同じ満月の、ずっと前にもこの、そう、あなたとはすでに一度会ってる。お互いに敵同士として。僕は誰だ？君は？私はアイギス、対シャドウ非常制圧兵装のラストナンバー。シャドウを倒すために生まれてきた機械。そしてあなたの本当の名はです。10年前、私が封印したシャドウ。そう、10年前だ。この世界に生まれてすぐに僕はこの橋に降り立った。私の目的は暴走したシャドウを殲滅すること。そして私という人格とペルソナを授けられた。僕は生まれるはずのない13番目の属性を持つ者。みんな僕をデスって呼んでいた。力の一部が砕けて散らばってしまって、あの時僕は極めて不完全な存在だったんだ。それで、あなたの力は想定をはるかに超えていました。残された道は捨て身で封印することだけ。そしてあの場に封印の逸話としてたるものはただ一つ。偶然に合わせた人間の少年以外にはなかった。もはや選択の余地はありませんでした。僕、ずっと彼の中にいたんだ。12の力に引き寄せられるようにって、僕が彼を誘った。そして、そうか。今わかったよ。すべて思い出した。僕が誰で、どういう存在なのか。パラディオン！やめるんだ、アイリス。あの時よりも多かった。しかも目的を決められた生まれ物も、あなたを倒す。それだけが私の生きる証。そんなことはない。私じゃ無理みたいです。決められたことができない機械に意味なんてないですね。ごめんなさい皆さん。怖いよ。
脅かさないでよ。どうした？何？いえ、今日って先輩もでしょ？もう職業病ですね、これ。え、まさか本当に何か？まだ何と決まったわけじゃない。ただアイギスの姿。え、アイギス。それが一度ペルソナの反応があって、その後すぐアイギスの反応も消えちゃって。ペルソナの反応って？ストレガの反応自体は出てない。何とも言えないな。場所がはっきりしました。ムーンライトブリッジです。よし、みんなを呼んでくれ。とりあえず現場へ行ってみよう。私が誰？あなたのそばにいたかった理由も、ごめんなさい。ごめん。君が謝る必要なんて。お前、リョウジ君、なんで？アイギス！どういうことだ？すべて僕のせいなんだ。やめろ、アキヒコ。彼は戦う意思を見せてない。説明して。君は何者だ？僕は君たちがシャドウと呼ぶものとほぼ。お前がシャドウだ。僕はシャドウから一歩進んだ存在。12のアルカナが全て交わって生まれる宣告者なんだ。宣告者？さっき全てを思い、シャドウの正体、そして僕自身の恐ろ。信じられない。こんな。シャドウの正体を知っているの？シャドウたちの目的、それは母なる者の復活なんだ。死の宣告者、その存在に引き寄せられて。死の宣告者？母なるものって一体？大いなるものさ。君たちの言語に当てはまる言葉はない。10年前、一人の人間の手によって無数のシャドウが一つの場所に集められた。そこで僕は生まれたんだ。でも結合はなぜか急に中断されてね。僕は不完全なままで目を覚ました。そして僕はアイギスと相打ちになった。アイギスと？本当なのか、リョウジ？彼女は僕を封印しようと捨て身で挑んだ。そして僕はたまたまそこにいた一人の子供の中に封印された。その子供は僕を宿したまま成長し、運命のいたずらで再びその地へ戻ってきたんだ。君たちの学園に。転入生って？そう、僕はずっと彼の中にいたんだ。そして彼に特別なペルソナ能力、彼の中の僕と一つになるためにね。
領事が死の宣告者で、しかもこいつの中に入ってただと？いきなり言われたって信じら…すべて、ごめん。それに…領事くん！ひどく消耗してるようだな。今日のところは引き上げて休ませよう。話…彼が目覚めた。夜になったら4階の部屋に集合して。わかりま。じゃ。畜生よ。これで。全員集まったな。領事くん、ありがとう。それに僕には全てを伝える責任。領事、早速だが聞きたいことが山ほどある。君は昨日、シャドウたちの目的が母なる者の復活にあると言った。その存在について。母なる者の名はニュクス。ニュクス？太古、この星に死なる者を授けた僕らシャドウの母たる存在だよ。目覚めれば星は純粋なる死に満たされて、全ての命は消え失せる。命が消える？全ての命が…まさか。それが…けど仮にそうだったとしても、防ぐ方法とかある…まさか防げないとか…何謝ってんの？そんな確定ってこと？そう、金が鳴ったのを聞いて、僕は宣告者、死を宣告する者。僕は存在そのものが滅びの確約なんだ。それはいつ来る？おそらく次の春はもうやってこない。それってすぐじゃねえか。みんな何ビビっちゃってるわけ？ニュクスだかなんだか知んないけど、今までだってずっと勝ってきたじゃんよ。それは無理だ。ニュクスの前では力の代償なんて問題じゃない。死なない命がないように、時の流れを止めてしまえないように、ニュクスを消すなんてこと。そんな、何か。いきなりですね。
シャドウが集まって生まれたなのに人の姿をしてて、君たちとこうして話せたり喜んだり悲しんだりもできる。これは僕が彼の中にいたことの恩恵だ。おかげで僕は君たちに選択し、選択。ニュクスの訪れはもう避けられない。でもその日までを苦しまずに過ごすことはできる。僕を殺せばいい。宣告者の僕が消えれば、影時間に関わる記憶は全て消える。つまり君たちの記憶からこの救いのない現実を消す。もう何も、滅びの訪れは一瞬のものだ。何も知らずに迎えるなら苦しまずに済む。全てを忘れる。普通の高校生活に戻れるってことさ。それに滅びまでの時間も少しは長くなるかもしれない。本来僕の性質はニュクスと同じだから殺すなんてできない。でも彼のおかげで今の僕にはわずかだけ人の性質があるんだ。彼の手でなら多分できる。ロジ君、もし僕を殺さなければ全てが今のままだ。避けられない間近な死を怯えて待つだけの救いのない日常がただ続いていく。でも僕は君たちをそんな目に遭わせたくない。記憶が消えるなんてそんなの嫌よ。っていうか、逃げることは悪いことかい？逃げなければそこには君たちの絶対に死んでしまうという怖さを君たちはまだ知らない。今の気持ちだけで簡単に決めない方がいい。なんだよ、なんなんだよこれ。すぐに決めなくてもいい。12月31日、今年の大晦日。それまでに考えておいて。それを過ぎると、僕は影時間の闇に溶けて、もう君たちの触れられない存在になる。どうせ僕はニュクスの訪れと、と僕の心配はいらない。大晦日になったらまた来るから。おい待って、今ゲ追いかけても間違いないの？はい。リョウジ君、また来るか。
Thank you.
Just a bit.
あれから1週間、正直これからどうします？風花は？ゆかりちゃん落ち着いて。混乱してても始まんないでしょ。この1週間、ここのムードも最悪だし、誰もタルタロスへ。確かに人という生き物が7日を過ぎるとどんな環境にも適応を見せるらしい。どうだみんな、そろそろ冷静に話してみないか。真田さんはもう決めましたか？さあ、だが逃げる気はない。ニュークスと戦うということか。どんな相手かもわからないし、お前こそ涼しい顔して本音はどうなんだ？正直自分の死についてこんなに見つめたことはなかった。しかしどちらかを選択せざるを得ない。苦しいよりは楽な方がいいさ。だがそれにどのみち死ぬという点も気に入らない。じゃあ涼次君には何もしないってことで一致ですか？お前はどうなんだ？私、確かにどう死ぬかとか言われても。っていうか順平は決めた？いや。どうしたの？あ、もしかして。おい、なんだよそのノリ。冗談言ってる場合か。順平、死ぬって話だぞ。怖いに決まってんだろ。みんなも何ご立派なこと言ってんだよ。絶対死ぬって意味考えたんかよ。じゃあどうするんだ？殺すのか彼。俺にできることなんかないっすよ。殺せんのは抱えてたこいつだけなんだし。大体お前のせいじゃんか。そんな偉いもん抱えながら気づきもしねえでさ。お前が育てちまったんだろう。お前のせいみたいなもんじゃねえか。なんとかしろよ。お前特別なんだろう。やめなよ純平、彼のせいじゃないよ。今まで抱えてきてくれたから私たちまだこうしてられるんじゃない。くそ、分かって。さっきはあんな風に聞いて悪かったけどさ。でも私忘れるなんて嫌だって。ここに来ていろんなこと分かった。こんな話本当はしたくねえんだけど、俺の親父酒に溺れててさ、いわゆる依存症ってやつ。コツも知らねえのに土地高で下手打って、それ以来な。正直軽蔑してた親父のこと。現実から目背けて酒食らって。でも親父のそういう気分解決しねえって分かってたって。私もだよ純平君。平気なやつなんていない。俺だって怖い。そう、私は正直震えが。みんな同じだ。ゆかりっち、よし、もうこういう半端な集まりはなしだ。どのみち彼が再び現れるのは大晦日だ。それまでは普段通り過ごすことにしよう。まだ時間はある。それまでよく考えてくれ。Oh!
君か。他。
てって、俺っちレベルアップ。Thank you.